霞に来ました。トップウォーターのフライデーバス釣り、今年はあんまり釣れてないんですよね。年々厳しくなるよね。なんかボート屋さんのブログ見てもあんまり釣れてないみたいだけど、前回はここと違う場所でしたけれども、結局弾頭棒しか釣れませんでしたね。バスより弾頭棒のが多いんでしょうかね。当チャンネルのメインコンテンツはバス釣りなんですけど、バスがあんまり釣れないんで困っちゃいますね。この長江釣りのゲートが繁殖しだして余計釣りづらくなったよね。少なくとも僕の釣りにはこれプラスになってないよね。これバスいるのかな、こういうのの下にね。あんまいる気がしねえんだよな。この長江釣りのゲートがこう大きく茂っちゃってるところはもうダメですね。こういうとこパス。オール付きのフローターを買ってこういうところはいいですよ。パス。いかん。全く気配がねえな。これはダメか、ダメなのか。この辺ダメだな。一通りやったけどね、あのノーバイトの猛攻でした。あれだったしダメだね。ちょっと違う釣りをやった方がいいかも。ということで何の当てもなく海まで来ちゃいました。とりあえずストリーマーをキャストして、なんか魚が反応しないかなと。今キャストしてるのは全長9センチぐらいのストリーマーなんですけれども、するとですね、このストリーマーと同じぐらいの大きさの魚がわらわらと寄ってくると、もう10匹ぐらい寄ってきます。なんかいきなり魚見に来たな。ちょっと真面目にやるか。魚がいるのが嬉しいね。海の魚よくわかんないんですけど、簡単に口は使わないんだろうけどね、興味本位でなんか見に来て。あ、追ってきた追ってきた、何か追ってきたぞ。え、なんか追ってきた追ってきた、なんか追ってきた。え、なんか追ってくる、なんか追ってくる、面白い。食わない、なんだあれ、なんだろうな、あの魚。追ってくる追ってくる追ってくるけど食わねえ。なんだろう、なんか追ってくるぞ。来るよ。興味本位で追ってくんだな。あ、なんか釣れそう。手持ちのフライを特回引っかいろいろキャストしてるんですけども、結果的にはね、何を投げても反応するんですけども、何を投げてもフッキングしないと。うまく誘うとマテリアルの端っこだけはね、ついばむようになりました。惜しい。なんか釣れそうなんだけどな。すげえ反応してるんですけど、フッキングしないね。だんだん分かってきました。うまくアクションをつけると魚が興奮してアタックしてきます。なんか釣れた。え、何ですかこれ。やっと釣れた。え、これ何、アイゴですか。これ毒のあるやつですか。やばいやつじゃないのかな。 やっとフッキングしました。ちょっとリリースしよう。これ危険なやつだよね、きっとね。よし、さっき釣れたやつ、アイゴってやつだよね、きっとね。触っちゃいけないやつですよね、きっとね。よし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 。これもそう、あ、これ何、これは、これも同じだよね。スレでかかっちゃうな。なんかこれアイゴっていう触っちゃいけないやつですよね、きっと。ちょっと詳しくないんですけど、なんか釣れる。
なんかちょっとコツをつかんだ気がする。葛藤釣りというか、もうフックサイズ上げて、口の中に入らないフックで外掛でかけるしかないね、これ。すごいじゃれついてくるんで。沈めて、追ってくるときはもう10匹ぐらいまとまって追ってくんだよね。1匹反応すると我も我もって感じで、今キャストしてるのはオキアミっぽいぐらいです。でも餌取りなんだよね、要はね。こんな感じのちょっとなんとなくオキアミっぽくないですか。こんなね、こんなフライで管理釣り場のペレットパターンみたいに餌取りパターンですね。オキアミっぽいフライをこういうオキアミっぽいフライをキャストすると反応するんだね。で、もう針を避けて食ってくるんで、もう餌取りのプロなんで、針を避けてね、食ってくるんで、こういうところをついばんでくるんですよ。で、ついばんだ瞬間に合わせを入れて、アッパーカットでフッキングするっていう、これがいいみたい。口の中に入るような、いくらねニッチのようなフライを投げても吸い込まないね。餌取りのプロですね、この人たちね。なんだね、この餌取りパターン。餌取りのゲドボつって喜んでるっていうのはバカみたいな釣りですけど、これはこれでなんか楽しい楽しいぞ。ほんとね、もう針を避けてついばんでくるよね。もうこう毎頭のように反応するんですけど、ほんとね、針を避けて食ってくる。マテリアルを加えた瞬間に合わせてアッパーカットでフッキングさせるんだよね。いやー難しいなあ。でも生命反応があるってのはいいな。霞のバスはノーバイトだったからな。うわ、すんげえ反応する。だんだんコツが分かってきたぞ。ほんとフッキングしないようについばんでくるよね。プロですね。よしよしよし、またこれか。フッキングするのはこいつな。あ、かなりいいフッキングですね、今度は。だいぶコツが分かってきちゃったな。多分アイゴだよね、ちょっと。あ、これはかなり、これちゃんと、まあまあかなりいいフッキングじゃないですか。多分アイゴだと思うんで触らないようにします。これ毒の魚だよね、背びれとかにね。はい。ありがとう。あれと違う魚も反応するんで、それを釣りたいんだよな。フッキングするのはアイゴなんだな。面白い。これはこれで、これはこれで面白いぞ。お、あ、よしよし。あれ、クイが立ってきた？あれだよ。これはもうかなりいいフッキングじゃない。ちゃんとフッキングするようになってきたよ。すごい。ちょっと、もっと大きいのもいるんだけど、釣れんのはこのサイズだな。ちょっと帰ったら図鑑で調べよう。危険な魚だと思われるんで。はい、よく釣れますね。楽しい。霞のバスもこれくらい。よしと、よしよし、バクチョウ、バクチョウ。あれだね、ユウマズメになって杭が立ってきたんだね。よく釣れますね。なんだこの新たな釣りを、この餌釣りの人がもう餌取りとして意味嫌ってる魚を喜んで釣るという。これはいいぞ、いいぞ、これ餌取りパターンですよ。
みんなが諦めて釣りするからこれに反応するんだね、きっとね。ということで、結果的には置き網に似たようなフライを投げると一番ね、良かったんですけれども、これは管理釣り場のペレットパターンのように、餌釣りの人がね、置き網を投げてるからだと思います。当初、大きいストリーマーや何投げても反応したのは、要は、ここの餌取りたちは仕掛けが投入されると反射的に寄ってくるようですね。そして、網込ませや置き網だけ取って去っていくというね、もう、見切りは早いですよ、寄ってくるんですけれども。で、針をね、避けて食べる技術がすごくてですね、なかなかエキサイティングですね。アタックしてきた瞬間に電撃合わせを入れないと、針を感じるとあっという間に離すのでね、もうかなりエキサイティングです。かなりテクニカルです。ただし、魚としては、餌釣りの人に忌み嫌われている餌取りの背びれに毒のある魚ですね。これ、背びれの毒をね、取り除けば、美味しく食べられる魚らしいんですけど、まあこのサイズですしね、今回すべてリリースしました。物好きなフライアングラーのゲームフィッシングの対象魚としては、なかなか面白い魚を新発見したなという感じでね、かなりのね、収穫でしたね、今回ね。霞のバスが釣れなかったのは残念ですけれども、まあこのようにね、遊べてね、楽しい一日でした。どうもご視聴ありがとうございました。あいつ釣れねえかな。模様の違う魚も反応するんですよ。あいつは釣るの難しい。今反応したんだけど。